コマチャレ始まるよ。チャンネル登録よろしくね。今日は夢タウン水戸予選で行われた地産地消ステージに出演した日のことを紹介します。地元で活躍するパフォーマーやアイドルたちが2日間ステージを盛り上げました。1日目、私はダンスチームで踊ったよ。フリーアナウンサーのともねえこと福井ともみさんとステージでトークをしたよ。ではその様子をちょっとだけ紹介するね。おはようございます。本日司会進行を務めます FM 高松ラジオパーソナリティフリーアナウンサーの福井ともみです。どうぞよろしくお願いいたします。そしておはるです。小学4年生の9歳です。夢はアイドルになって有名になることです。好きなことはお料理と読書と歌って踊ることです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、コハちゃんと呼んでください。はい、ニックネームコハちゃんです。まずは皆さんちょっとね、はい、後ろ向いていただきたいんですけど、書道パフォーマンスの作品が、はい、はい、コハちゃん、なんて書いてるか分かりますか？はい、まあ、これはひらがななので読めます。空と海。はい、はい、ほら、海、分かりやすいですね。はい、あれね、どっか見たことある場所なんだけど。はい、秩父ヶ浜じゃないですか？そうなんです。で、もう一つの作品が、はい、アゲハチョウ。そうです。すごい難しい感じなんですけど、はい、あ、チョウチョは好き？大好き。あ、本当に？うん、3年生の時に、うん、理科でモンシロチョウの勉強をしました。お兄ちゃんとか虫とかよく捕まえてたので、さなぎになって返してました。あ、そうなんだ。コアちゃんは、はい、書道パフォーマンスで司会もしたんですよね。はい、はい、そうなんです。紹介文を読ませてもらいました。もうすごいんですよ。コアちゃんの原稿を見たんですけど、もう赤ペンでここ間違わないようにとか、こうすごくいっぱい書いてるの。めちゃめちゃ努力家なんですよ。はい、ありがとうございます。ね、本当にすごかったです。ちょっとコハちゃんが気になったところをね、言っていこうかなと思うんですけど、はい、セレンディップさんですね。はい、セレンディップさん、まず目に入って一目惚れしたのが、はい、アクセサリーです。アクセサリーね、シュシュとか、はい、ネックレスとかイヤリングとかにすっごい一目惚れしました。はい、シュシュね、可愛いのありましたよね。そうなんです、いっぱいあったんです。今日もね、終わったらママと一緒にここ行こうと思います。もう一つがこのステージの後ろにありますね。後ろ側にあります、はい、ペットショップです。はい、ペットショップです。コアちゃんはペット飼ってるんですか？はい、飼ってます。ウサギを飼ってるんです、うん、はい、ということは猫ちゃんもワンちゃんもまだ飼ってないってことね。飼ってないです。じゃあ今日ちょっといい子を見定めて、はい、お母さんにおねだりして。はい、おねだりします。えって顔してる。じゃあもう一つ。もう一つ、はい、無印です。そうです、四国一大きな無印だそうで。あ、無印といえば、言えばですよね、これですよ。はい、カレーです。カレーですよ。カレー美味しいですよね。カレーね、なんとね、59種類あるそうですよ。全種類食べたいです。食べたいね。うん、一番人気は、うん、バターチキン。そうですね。で、私今手に持っているのが確か3位のプラウンマサラ。うん、私食べたことない。これね、うん、実は私もなくて、そうなんだ。エビのクリーミーカレーだそうなんですけど、めちゃめちゃ美味しそうと思って衝動買いしました。確かにエビって珍しくて美味しそうですね。で、これ衝動買いしたもう一個が、うん、これもホタテとエビのビスクカレー。エビ、エビめっちゃ好きなんで。好きですね、はい、酒とかさ、好きな人。あ、私はまだ飲めません。まだ飲めないけどね。はい、ぜひ食べてほしいんだけど、パスタスナック、チーズ味とブラックペッパーとクリームオニオン。おー、はい、美味しそう。これかなり美味しいです。私が一番食べたいと思ったのはサワークリームオニオンです。美味しいよ、これ。美味しそうなんです。私のおすすめは、はい、
はイベントって書いてる。はい、イベントです。今日のスケジュールだ。はい、宿題からの今日のイベント、はい、イベント行って、午後から読書、はいはい、2時から読書だそうです。でも9時には寝てる。はい、寝ます。9時頃には布団に行くようにしてます。すごい規則正しい生活してる。使ってみてください。ゆめタウンにはね、便利なアプリがあるんです。アプリ、あ、なんか聞いたことあるな、はい、そうです、ゆめアプリっていうの。おー、はい、あります。アプリで買い物できたら便利ですね。はい、そこを画面を見ていただければ、ゆめアプリって出ると思うんですけれども、はい、今皆さんよかったら出してください。はい、ここダウンロード、はい、押してください。押します。はい、こっち。はい、ゆめアプリがダウンロードできました。できました。意外とすぐ登録できました。まだゆめアプリ取ってない方、登録してください。してください。私のママもゆめアプリはまだ登録してないので、登録します。はい、じゃあ登録してください。はい、登録します。こあちゃんは YouTube してるんだよね。はい、YouTube こあちゃんレンジの番組をやってます。はい、香川県の魅力紹介と、うん、あと香川県の有名人とのコラボをしたり、ルーティーンシリーズを、こあちゃんのルーティーンが見える。はい、私の夏休みルーティーンとか、うんうん、モーニングルーティーンとか、うん、放課後ルーティーンなんかも知ってます。ちょっと気になりますね。はい、ね、アイドルのライブとか好きだから見に行ったりするんですね。はい、見に行きます。うん、特に私は、うん、モーニング娘。になりたいので、はい、モーニング娘。のライブを見てきました。お、モーニング娘さんいいですよね。いいですよね。その動画がモーニング娘さんのファンの間で、そうなんです、ファンの掲示板みたいなところで、うん、そのライブに行ってきたよっていう動画が載せられてました。モーニング娘に入りたい、はい、皆さん押すなら今ですよ。今から、チャンネル登録っていうボタンを、はい、ぜひ押してくれると嬉しいです。皆さんぜひとも覚えて、応援をよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。コハチェレ、お待たせしました。次はホワイトスネークさんです。どうぞ。地元で活躍するパフォーマーやアイドルの皆さん、どのチームもすごく輝いていて素敵なパフォーマンスでした。ゆめタウン水戸店、またぜひイベントでも呼んでもらいたいし、ショッピングにも行きたいです。みんなもぜひ行ってください。